皇太子ご夫妻が京都を訪問し、二条城を視察されました。皇太子ご夫妻は二条城を訪れ、重要文化財である唐門をくぐった後に、150年前に15代将軍慶喜が政権を朝廷に返上する意思を表明した大政奉還の大広間を視察されました。空間を仕切る襖には松や虎などが描かれていますが、その6割ほどは原画を保存するため模写に差し替えられています。皇太子ご夫妻は職人の育成も課題ですねなどと話しながら見て回られました。ご夫妻は明日、科学技術の国際フォーラムに出席されます。